繰り返し、で運転手の後ろを見てぶつかんないかとか、しっかり見てたんで、僕もちょっと無理だよなと思いながら、もうちょっと買い物を持ってこっち来てて、でもやっぱり気になったから、ずっと見てたんですよ。で、なんか元気みたいな、ここ歩いてて、ちょっと後ろ見てくんねえかみたいな、言ってた。トラックの運転手が、うん、たまたま定期の社員の時から出てて、その2人の人に、ちょっと後ろ見てみるよ。それはこっちから見てる。そんで結局何回も何回も繰り返しやったんだけど、あっちの京急のフェンスとか、あれに、ぶつかろうと思ったんで、左折を開けられたんですよ。で、左折を開けられて、今度は全部閉めて。で、踏み切りに入ってた。で、ちょっと強引に入ってた。その時にあの標識をパーッと後ろで倒したんです。で、ちょうど運転席のところから上がろうとした時に、おたらく回ってくれないで、